はい、えー、ゼミ生の皆さんこんばんは。今日はですね、2月6日いよいよですね、2月に入りました。えー、まああのちょっとずつ後ろのなんかものを変えたりしてですね、まだほとんど変わってないんですけども、あのー、来週あたりからちょっと模様替えこの冬の景色をやめようと思っています。えー、ね、なんか今日ね、割とあの話すことがぎっちりあるから、まあ,あの無駄話してる。 時間はないんだけども、ええー、上位チャット、ええー、時矢メネルさん、こんばんは、アンディエリスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、さん、よろしくお願いします。水木さん、こんばんは。えー、よろしくお願いします。恵、え、方、ー、巻き食べなかったあ。食べなかったですね。恵、え、方、ー、巻き、まあ、もともと僕の住んでる住吉区で、あんまり誰もやってな。あの、食べてなかったんで。えー、あ、あんまり、あの、気にしたことなかったんですけど、毎。年、毎年、この季節になると、コンビニとかが。 騒ぐので,です、ね、ちょっと気になってましたけども。えー、ということでですね、まあ、早速ちゃっちゃといっちゃいましょう、えー、まずはですねこの漫画を見てくださいあの今評判のです、ねえー「地ですねのですね第1巻の17ページですね、えー「僕の心情は合理的に生きるだ」だということでですね、えー「合理的な戦略を取ればです、ね、この世は快適に過ごせる」「合理的なものは常に美しい」ですね 精錬で、聡明で謙虚で有力と言われているこの生き方をですね、まあ、今日は語るわけなんですけども、まあ、これ本当だろうかということなんですね。えー、漫画の中ではですねこれを語ったです、ね、主人公のラフはですね、まあ、この一見軽薄にも思える人生観をですねあの捨て去るんですが、ね、最後捨て去ることによってです、ねまあ、最終的に火破りにされちゃうんですけどもですね 合理的な戦略ですね。いい人戦略について語ろうと思います。で、もともとこのあの話んでしようかと思ったかって言うとですね。以前、あの株式会社トライアンフっていうですね。あのまあ、あのヒュレあの樋口さん、樋口和弘和さんという社長さんと対談した時の話が。 割とあの衝撃的だったんですけど樋口さんはヒューレット・パッカード社の人事担当としてです、ね、17年間勤めてでその後、と独立したんですねヒューレット・パッカードって、まあ、かなり大手の会社なんですよ国際的な IT 企業で,です、ね、IT 企業というよりはもう本当に電子関係の,、まああのあれですね、メーカーさんですよねで以後年間100社を超えるです、ね、企業の採用業務とかですね組織コンサルタントをしてた、まあ、すごい人なんですよ。 でその人がですねグーグルなど超巨大 IT 企業の役員クラスにちょっとあの質問してきたとであなたの会社ではですねどういう人材を求めてるんですかというふうに聞いたらですねグッドネイチャードパーソンという返事が返ってきたグッドネイチャードパーソン直訳すればまあつまりあの好人物とかいい人なんですけどもグーグルやまあその時に出てたのがフェイスブックの採用方針っていうのは ででもできる超天才とかです、ね、すごい頭のいい人っていうのを実は求めてないです、ね、そうではなくて割とあの人柄で,です、ね、最後の最後は選ぶと何で,でこういう採用方針になったのかっていうとその背景にあるのがそのインターネットというインフラが整えられたことによってスキルを持っったた人材が割と使い捨てにななからなんですよね。ものすごい天才とかです、ね、そういうふうな人たちが、まあ、世界中どこでも見つかってですね で、本社にわざわざそんなやつを置かなくても、いくらでも世界中に転がっているから、そいつらを害虫として雇えばいいんだという考え方になったと。日本ではなんかこの辺まだまだ逆なんですね。すごい優秀な人間を本社で採用してで、まあなんかこの派遣とかですね。外注先っていうのはそこそこの能力でいいって考えるんですけども。まあ,あのアメリカの最先端の it 企業っていうのはそこが。 なんか不思議に逆転して優秀なやつは世界中にいるから別にアメリカに住んでなくてもインドでもどこでも構わないまあ、そんなのが害虫だと。で本社が置きたいという人材は周りの人の仕事の邪魔をせず揉め事を起こさなくて楽しく協力し合えるグッドネイチャードパーソンになるとつまりこれまでのアメリカの,その優秀なやつを取るっていうふうな方針でいくと優秀なやつっていうのは あっっとといいいうう間ににに競競争争始めて、そのののがすぐに足の引っ張り合いになるからななんですね。なのでそういうやつがいるとかえって会社の中でですねそのなんだろうなあの仕事が止まってしまうとそれよりはっていうことになってきたわけですね。でこういう人に好かれる人たち良い人でありながら損をしないんですねこういう良い人っていうのはこれはあの僕のまあこう個人的に持ってる感情というか観察なんですけども例えばその。 まあ、あの最先端産業企業ではですねまだ一昔前のエリートっていうのもいるんですけどもどんどんねエリートっぽい人って少なくなってるんですよ。でそうじゃなくてまあいかにもセンスが良さそうで誠実な人が多いんです、ね、これ面白いことに。あの最先端とかですね超一流かというとちょっと疑問が出るんですけど例えば DMM.com とかですねアメバーとかあるじゃないですか。 ああいうところに行くとです、ね、もう本当にその現場のです、ね、中堅社員若手社員っていうのは本当にみんなねおしゃれでセンスよくてでだからといって軽薄化っていうとすごい誠実なんですねで魅力も高いですねでもそういう人たちって面白いことにねみんなね付き合ってて「あこの人はメリットないな」と思ったら悪印象を持たせずにサーッとね手を引くのがまあ早い。 ですね、あっといいう間にななくなるんです、ねえー、なんかこれあの皆さん経験ないですか割とね先端企業とか売れてる流行ってるところの人たちっていうのはすごいいい人に見えて実はスッといなくなるとかね悪い印象を持たせずに手を引くのが早い逃げるのが早いっていうです、ね、気づくといないなってやつですね。例えばあの内田達郎さんっていうですね、まあ、評論家の方が武道家である評論家の方がいらっしゃってあの人もすごい。 人格者で話してても楽しくてですね。僕は尊敬してるんですけども。 その方と以前対談した時になんかたまたま映画の話になったんですねで映画の話をわっとした時にあの内田さんが「いや岡田さん面白いな詳しいな」って言ってくれて「いや絶対松山智博さんと岡田さん長くなるべきだよ」っ松山さん面白いよ」っていうふうに僕に言ってきたんですよ。で僕の方が「いやいやダメなんですよ僕は松山さんにすごい嫌われてて僕の方別に本当に誰でも平気なんですけども <laughs> あの時々ねものすごく僕を嫌う人がいてその人に敵視されるんですよ」っていうふうに言ったらですね あっという間、内田さんがスッとトーンダウンしてですね。あの人難しいからね。って小さく言ってその話題それ気になったんですよ。で僕びっくりして大体。このタイプ、内田さん、タイプのすごい人で熱く語る人っていうのはえー、そうなの。いや、それなんか誤解だと思うよ。でもちょっとじゃあ俺がっていうふうに言い出すのがそういうパターン多かったんですけどですね。それ言わないんですよ。もうトラブルありそう。もうな。これ後で揉めそうだなと思ったらね。 すごい勢いで回避する。さすが武道家だと思いました、ね。あの武道の究極は戦わないことにあるというふうに、内田さん、よく言ってるんですけど、危機回避力というのが武道の武道の達人だと。だから、武道の達人というのは、そういうなんだろうな争いごとの現場にいないことが多いけど、それはもう直感でそういうところを避けるからだ。っていうですそこがもうね、出てきた。すごい現場を見たんですけども。 あの今日でなんでこんな話しようとしてるのかっていうとあの1月のゼミでホワイト社会について話したじゃないですか。であれがやっぱすすごい反響なんですね。えーまあ、SNS ではネガティブなことは言わない方がいいしそういうことばっかり言う人はミュートした方がいいっていうようなことを話したんですけども本当に大反響で普段のの、ね、ジブリとかの再生数よりもはるかに、ね、超えてもう本当1月のトップになってるんですよね再生数トップで。で切り抜きや 人たちのの再生数を見ててて、も、きなりに何十万回というのが出てきてです、ね、ちょっと僕びっくりしてるんですねあんな面倒くさい話がそんなになんだろうな受けるとは思わなかったんででただその中で言ったまあだからみんなとりあえず今すぐに、えー、過去のそういうなんだろうネガティブな発言っていうかコメントとかいうのは消した方がいいよって言ったのはもう緊急対策として言ったんであって。 じゃあ、どうすればいいのかというのをです、ね、今日話そうと思います。実践編ですね、えー。ホワイト社会ではどのように振る舞えばいいのか、ですね。まあ、それをです、ね、語ろうと思って、あのーまあ、なぜか内田さんが帯を書いてくれたんですけど、まあ、これもいい人だからなんですけども。えー、10年前に出版したいい人戦略という本です。えーまあ、これ、ね、マジに、ね、この本を褒められたんですけども。 えー、いい人戦略っていうのをですね僕が語った本なんですね「でいい人戦略」って書くからにはまあ本当のいい人とはちょっと違うぞって話なんですけどもいい人戦略っていうのは、まあ、一言で言っちゃうとあの他人からいい人と誤解されるための戦略なんですね。 でこの他人からいい人と誤解されることが社会生活における最適な生存戦略であるという、まあ割とこの腹黒い考え方というんでしょうかね。本当のいい人ではないわけです。いい人という戦略を取りましょうって話なんですね。えー、まあ文字通りいい人になりきる戦略ですね。他人といい人だと誤解されることがどんなに有利かでなんでかというとそのまあもう去年あたりから何回も話してるんですけども、能力とか努力 ですね。努力するその性格みたいなものも割と遺伝子で決まっちゃうという話をずっとしてるじゃないですか。しかし生存戦略ですね。このどのように振る舞うのかという生存戦略っていうのはこれね能力とか努力とか性格とあまり関係ずにですね意識のみで変えられる部分がすごく多いんですね。でこの意識のみで変えられるんだったらここをいじるのが一番。 なんであの生存戦略意識のみで変えるのかっていうとこの生存戦略というのは実は僕も皆さんも無意識のうちにもう毎日やってることなんですね毎日やってることでその無意識にやってることを意識がするだけで割とね違いが出てくるからなんですよ。まあつまり まあ言い方は悪いんですけども、まあ、俺なんかもダメなやつだよと本当に何やってもうまくいかないよ頭が悪いんだよとかいやもうどんくさくて人の話がよく理解できないんだよという人であってもですねそういう人ができるやつになるには難しいとそういうやつがミスしないやつになるのは難しいしかしいい人になるのは割と簡単なんですね。今日はその話しようと思います。えー、ということで,ですねあの今夜から皆さんですねちょっとばかしいい人になってみませんかと。 実は圧倒的にいい人になった方がこの世界が生きやすくなるよっていう話を影響はします。でこういう話するとですねすぐに反論あるんですよ。反論もあらかじめ書き出しておきました。えー、いい人戦略への反論。ええー。本当のいい人じゃない。それは戦略であった。ええー。嘘なんかついてもすぐバレると。いい人って結局損をするじゃないか。いい人っていうのは持てないよ。ですね。まああの本当のいい人じゃない。まあその通りなんですよ。だから戦略なんですよ。 でね、いい人戦略ね。やってみるとわかるんですけども、3日ぐらいやるとですね。嫌な人が嫌いになってくるんですね。自分がどれだけこれまで嫌な人かっていうのは分かってきて、あれ損だよなっていうのが分かってくるとで、自分がその嫌な人をやってたっていうのが、実は無意識のうちに戦略でやったってことが分かって、自分の性格でも何でもなくて。 無意識の戦略だっていうのは分かっててあんな,なんか損することもうできないわというふうに思うようになってくるんですね。以前の自分が割となんかなんでやねんってになってくると母は実はいい人戦略ではなく嫌な人戦略を私はしてきたんだなというふうに、まあ、思い知るようになるわけなんですけども、えーまあ、今の自分もですね実はなんとか戦略のまあ結果なんですね。ネガティブな 人ってよく言うんですけれども、ネガティブな人っていうのは事前に何かこう楽観的な予想をしてあのダメージ受けないようにするためだし、人の悪口を言う人はほら俺の言った通りだろうと後で言うための事前投資としてやってる場が多いと。誰もね自然体で生きてなんかいないんですよ。みんな生存戦略を取ってるんですけど、あんまり意識化してないんですよね。二つ目、嘘はすぐバレる。まああのこれね。 そんんななことないんですよあのね人というのは他人をそんなに観察してないんですよ。えー、みんな私のことなんかどうでもいいしみんなあなたのことなんかどうでもいいんですよ。実は、表面的なことしか見てないんですよなのでその表面的なことの繰り返しを見ているだけなんでですねあのとりあえずいい人のふりをしてみても実はね バレないんですすすよね。ね。ぐバレるっていうのは、でで自意識過剰です、ね、でやってみると案外バレないし何よりもいい人のふりをしてデメリットないんですよあいついい人のふりしやがったという悪い評判なんか立たないんですよそんなに他人のことなんか見てないから。でしかしですねここ注意点があってあの戦略だってことを忘れないことあの自分でね自分のことをいい人と思っちゃいけない。 絶対にこれ戦略ということを忘れないで自分は本当はいい人じゃないんだけどいい人のふりをしてるんだということはすごく意識した方がいいです。なんでかというと3番。いい人は損をすする。なんですねあの。さっきの DMM.com とかですねあのアベマとかですね内田拓さんの例を思い出してほしいんですけども彼らはですね損をしそうになったらすぐにスルーするんですよ。これ本当にねあの もう本当武道の動きなんですけどもです、ね、それ以上でスルーするというのはどういうことかっていうとあのそれ以上その話題をしないんですね続けないでもしその件に関して何か追及されたらいやその問題は僕の手には負えないなとか難しいよねとまあ悲しそうな顔をしながらとにかくスルーするんですよこれがポイントあの善悪を論じたりですねどっちが正しいかとかの判断は絶対彼らはしない。もうこれも皆さんも 以後、こういう,ふうにしてくださいに何かあの何だろうな誰かについて「いやこれどう思うだどっちが正しいの?」とかって言われたらあのどっちが正しいかの判断をせずにそういう話題になったらスルーを決め込むっていう戦略でやってみてください。いやそれで本当に人と付き合いできるのかっていうと付き合いはできるかどうかじゃなくて付き合いはその方がうまくいくっていう話をしてるんですね。つまりこれって ラーメン屋を自分が開いたとしてでラーメンで680円を取ってきたらこのラーメンなんで本当680円なんだこれだと600円でいいじゃないか450円でいいじゃないかという客とどれぐらい細かく話をするか。 その客と面と面向かって、心と心で付き合ったらいやそんなことないです608円いるんですよこうなんですこうなんですよっていう店長といやなんかもっとね608円の価値があると分かってもらえるように頑張りますよとスルーする店長とどっちがラーメン屋として繁盛するのかっていうとスルーする店長に決まってるんですよ。心開いて腹開いいいて、て、腹何もかもか話すというのは、よっぽど 本当に100回のうち、1回か2回だけいい結果を生むこともあるんですけども、100回のうち99回はろくな結果にならないので、それやめた方がいいです。いい人戦略上不利です。あのやっちゃいけないとか、そういう善悪の話じゃないんですね。損だからやめた方がいいって僕言ってるだけですね、えー、なので、まああのこれ言いにくいんですけどもですね。学校とか職場でいじめがあった場合もですね。ある場合も同じでとにかく全力でそういう。 雰囲気から逃げる、そういう場面から逃げるでもいいですし、そういうふな雰囲気から逃げるでもいいんですけども、絶対にですね、本当のいい人にならないようにですね、あの本当のいい人になって何とかしようと思わないことですね。で、だからこそ偽物のいい人だからこそ僕らは偽物のいい人をになるからこそたまにいるですね、本当のいい人っていうのは影で応援してリスペクトすべき尊敬すべきですね。 レアでですす。かそうい人たは本物です僕らはあくまで偽物だから彼らのことを尊敬して彼らの真似をするんだけども危険な場所をスルーしてスルーして逃げて逃げて生きてるだけのか弱い存在なんだっていうふうなことはちゃんと意識しておいた方がいいあくまで偽物だということ。あと4つ目モテないいい人は結局モテないってねこれね昔僕かなり言われたんですけどもあの間違ってると思うんですね。あのまあまあなんか あの自分と同じいい人戦略を使いこなせる異性とかですね本当のいい人からちゃんとモテるんですよじゃあ誰からモテないのかって言うとバカな異性からはモテないだけなんですねあのまあ あえて言うんだったらです、ね、いい人戦略を取らずに本音で話したりです、ね、もしくは路く的に振る舞ったらそっちの方がもっとモテないですし戦略なしの人はそもろそもモテるはずがないんですよ顔が良くない限りですね。でいい人戦略を取るとどうなるのかっていうと他人からはですねあの頭は良くないけどいい人っていうふうに思ってもらえるんですよ。でやってみると分かるんですけどもですね 頭が悪くていい人は、頭がいい人より10倍ぐらいモテるんですよ。ここね、間違いがちなんですよね。なんでしょうね。どうしても特に男はそうなんですけども、何もないんだから、頭良さげに振る舞った方が尊敬されるだろう、モテるだろうと思っちゃうんですけども。 あの頭が良いことを目指す歴63年の俺が言うからまあ経験談としてですね思ってほしいんですけども頭がいい人は軽視して遠ざけるっていうやつですねつまり尊敬ではなくてちょっと恐れられて遠ざけられるっていうポジションに置かれがちなんですよ。なので割とね頭がいいっていうのはねあんまり僕得なことだと思ってないんですよね。それよりは あのいい人であるがゆえにあの人ちょっとそこら辺足りないよねって思われてる方が多分得なんですよ。現代社会において頭が悪いと思ってもらえるというのはメリットなんですけどもただそれは頭が悪くて悪い人っていうのも本当に最悪なので必ずいい人を演じた上で結果としていい人を演じると必ず 頭があんまり良くないというふうに周りから言われるんですけど、これはもうプラス。いい効果が出てきたと思ってください。あ、最近なんか顎が細くなってきたりとか、最近お腹がへっこんできたんじゃないのっていうのが。なんかあの人、いい人だけど、あんま頭が良くないねっていうふうに言われることです。広い家からこう言われると、もうベストだと思いますよ <laughs>、えー。なんであの。 なんかね、あの現代社会において頭が悪いと思っているのかっていうのはちょっとねあんまりあの突っ込んだ話はしませんけどもまあこの辺の理由ですね宿題にしますんでみんななんでそうなのかとかですねこういう場合違うんじゃないかというの理由があったらですねコメント欄に書いといてくださいあのそこで皆さん勝手に議論してくれると僕も楽しいですじゃあ次はですねいい人戦略への反論をやったんで次はですね実践方法ですで実践方法で いい人戦略を説明する前にまずは何よりですねあの気をつけることがあります。これすごい大事なんですけども、えー、嫌なな人になるる。」努力をやめるです、ね、僕はあのダイエット本を書いた時にですね一番あの最初の方に書いたのが太る努力をやめるだけでいいよとそれだけで実は体重っていうのはゆっくり減りだすんだけどもまあ その太る努力をやめるだけで減るペースっていうのはビビタルもゆっくりゆっくり下がるのからみんな我慢できないでしょ。だからこうやって痩せようって書いたんですけど、まず基本ここなんですよ。太る努力をやめると同じように嫌な人になる努力をもうみんなね散々してるんですよ。これをやめるとですね、えー。欠点を探して指摘する。これやってませんかみんな。あのいい人に思えるんですけどねこれ今すぐやめましょう。えー、とね これね、欠点を探して指摘すると、ありがとうございます。そういうふうに言ってもらえて、ちょっと自分の悪いところわかりました。っていうふうに言う人が、もういるんですけども、相手にストレスを与えてるだけなんですよ。あの、誰かから作品を見せられた時も、これしない方がいいです。あの。もしそれで感謝されたら、永遠に下手の作品を見せられるだけですから、ちょっと書き直してみました。また忌憚のない意見を教えてくださいというふうに、延々これが繰り返されるですから、やめた方がいいです。欠点を探して指摘する。これはやめましょう。次。 改善点を提案するこれもダメですあの聞かれれば言ってもいいですよ改善点っていうのを聞かれたら言ってもいいんですけれどもそうじゃなくて自分から言うのはもう我慢してくださいアドバイスおじさんにならないそうですねもう日本中のですねボーリング場とかですねあのゴルフの場あのー、打ちっぱなしとかですねバッティングセンターでアドバイスおじさん嫌われてますよねそれなんですよ、えー、改善点のねなんでかというと 改善点のね大部分っていうのは、そんなの誰でも思いついているけど割とできないことが多いんですよでまああの自分で引き受けるんだったら言ってもいいですそれを私がやりますだったら言ってもいいんですけどもまあ、引き受けるつもりになって考えてみたら改善点を思いついたんだけどこれできないわっていうふうに気が付くと思いますそんなもんなんですよ改善点っていうのはあと影で言うこれもですね嫌な人になる努力です。えー 褒めるのもダメなんですよ昔はねなんかねあのその人の前でなくて他の人の前で褒めたらあのぐるっと回って付き合ったあのなんだろうな伝わってっていうのがよくあったんですけども今ね情報化社会だからこの人に言ってもらう自分が褒めてるのを他人を通して相手に伝わるっていうのをやってもですね情報化社会ゆえに解釈の歪みがものすごいんですね。そういういいつもも。りで言ったんんじゃないんだけども 間違って伝わったということがすごく多いんで、あの褒めるのも絶対にその人の前で言った方がいいです。で、えー、悪口とか批判を言いたくなったら、本人の目の前で言うと sns じゃないですよ。物理的に目の前で言うのが絶対いいです。でそしたらあのまあ、本人の目の前でしか言わないという風に決めたらですね。あの陰口が劇的に減ります。誰かに対する返り口っていうのは劇的に減るんですよ。 これ本当に簡単で本人の前でしか言わないというふうに決めた瞬間に自分がそれまで割とスッと言っていた陰口みたいなものがものすごい減っちゃってるんですよね。で、えー、結果陰口を言わなくなったら周囲の評価も上がりますし何よりですねあの一緒に陰口を言いたい仲間を引き寄せずに済むとああいう人だってね他人を引き寄せたがるんですよ。で自分のグループに入れたがるんでそういうところに引き寄せられると大損ですからですね。 えやめましょうです、ね。だから他人の悪口を言ってるツイッターの発言もリツイートしない方が本当にいいですそれは引き寄せられてしまいますからであと、まあ、まあ当たり前なんですけど悪口や批判で盛り上がるこれね誰かの悪口って絶対楽しいんですよであと仲間の結束上がるんですよねだから仲間の結束を上げるためにあいつらあのやり方はダメだよなとかあの他の店のやり方はダメだよなってよくあるんですけどもこれね あのまだ浸透してないかもしれない考え方なんですけどホワイト社会の時に言ったようにみんな物理的な暴力を振るわなくなくったんですね。物理的な暴力っていうのを振るわなくなったんですけどもその代わりにネット上でとかですねこそこそ陰で言うというです、ね、言葉の暴力が増えてきたとでホワイト社会ではこの言葉の暴力がかつての物理的な暴力並みに避けられる嫌がられる。 ですねえー、黒歴史になる可能性があるんでです、ね、あので誰かの悪口や批判で盛り上がるというのは基本的には暴力だと考えた方がいいです。あのこれぐらい僕はあの、まあ、これまでのゼミを見てる人はわかる通りですり、ね、他人の批判もしますし映画の批判もしますし悪口も言うんですよ。 でそんな僕ですらやめた方がいいよって言うんですからですこれぐらい覚悟を決めてやってる僕でもあの多分皆さん絶対やめた方がいいですよだって僕はもう63ですしこのポジションに来るとこのホワイト社会のまあまあまあ立ち上がりだけ見てあとはまあなんとかなるかっていうふうに考えてるんですけど皆さんこの中でずっと生きていくわけじゃないですか。なのので、で、えー、他人人に暴力を振るうと、必ずその人は後で 復讐されますですね。数年後かですね。数日後かもわかんないし、数年後かもわかんないし、十数年後忘れた頃に復讐されるんですよ。で、それはもうすごい意外な形で、例えばそのビルに放火されるとかですね。なだろうな、あの家の中に急に乗り込んできてバットとか包丁で殴られたりされたりするっていうすごい意外な形するんですね。だから復讐されるリスクを下げるためにですね、こういう仲間に入らないというのは。 もう本当に、こんな基本的なことを言うのもおかしいんですけどもやめた方がいいと思います。であとこれねあの悲観的否定的な態度ってね割とね頭がいいように見せたいとかねこれぐらい私は分かってるんですって言いたい時に出てきちゃう恥ずかしい自意識でもあるんですけどもこの恥ずかしい感じって割と見抜かれるし 誰もここれやったところで、ね、頭いいいななと思ってくれないんですよで。すぐに否定的なことを思いついて口から出ちゃうという人いるじゃないですかいやでもそれ私癖なんですよ口から出ちゃうんですよという人がいるんですけどもあのこのいう人に対して僕の忠告なんですけどもあのまた松本人志の話になるんですけど僕は1年ぐらい前のワイドナショーで松本人志が「 まだマスクつけてないい人がいる。外歩く時に時々マスク着けてない人がいるとあれマスクはパンツと考えた方がええっていうふうに言ったんですねマスクはパンツと考えた方がええとでなんでかというと本来人間がパンツを履くのも変なもんやと別に誰にでもついてるもんやからわざわざ隠すようなもんではないでもパンツを履くっていうのはもう常識であって履かない人が非常識というふうになってるやんか。 そんなのをんか人間が考えて一方的な常識でくだらないっていうことも可能だけどそんなことを言ってもしょうがないっていう話をしてたんですで僕それすごい納得して面白い考え方だなと思ったんですけどもあのマスクは今やパンツであるという考え方で多分今の日本って統一されてると思うんですけど統一でかる、まあ、行動様式統一されてると思うんですけども人目があるところでは マスクをしましょう。パンツを履くべきということですね。で、その意味で言うならですね。あの無意識に出てくる悲観的ですね。否定的な意見っていうなおならなんですよ。人前でおならしますか？って話なんですよね。出ちゃうもんだからって言ってやる人いますよ。それもおじさん。世代とか浜田雅功とかそういうような人は出ちゃうもんだからと言っておならしますけど、周りの人間は愛想笑いしてくれるかもわかんないんですけども。 なんか不潔な人だなって思うじゃないですかあの悲観的否定的な意見が口から出ちゃうんですよ止められないんですよっていうのはそれはおならがすぐ出ちゃう人と同じなんですよね本当にあの周りはそれで愛想笑いしてくれるかも分かんないんですけどもそれ実はどん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 引かれてますよということをあの意識してください。で家家族族間でででもも、同じす。の中 おならを平気でするお父さんお母さんが実はどういう扱いを家族内で受けるのかっていうのと同じようなもんだと思ってください。あの否定的悲観的な意見を隠さずにポロ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 言ってると家族であってもミュートされますね。LINE で例えば仲の異兄弟であってもなんかすぐネガティブなことを言うとお兄ちゃんなりお姉ちゃんなりどど弟なり妹なりは徐々に返事をしなくなってくるんですね。ここら辺はあのまあちょっとね。 いや、でも俺そんな性格なんだよって言いたい人はいっぱいいるでしょうけどもでそれが駄目ということではないんですよ損をしてるということを分かってくださいってことです損をしてるのを覚悟の上で続けるのかどうかって話ですからあと最後、えー、面白い人頭のいい人、人、人頭のの気合う人だけで集まるる。サークルを作るこれね意外かもしれませんけどもちょっとねこれ説明難しいしすごい長くなるのでですね限定であの説明しますね とということで,です、ね、嫌な人になる努力をまずやめてくださいこれがあのいい人戦略のもう基本の基本ですでじゃあいい人戦略もう簡単ですよ並べるといい人戦略何か共感する褒める応援手伝う助ける忘れるこの4つでできてます、えー、共感するっていうのは何か人が言ってたらですね分かるそれいいかもって言うだけ 言うだけです。それで十分なんですよ。共感する。で、言ってるたらだんだん自分も分かるようになります。最初は口だけであ、分かる分かるとか、それいいかもっていう風うに言ってて、口だけだなと思うかわかんないんですけど、恐ろしいもんでですね、人間というのは自分の言ったことに支配されるんですよ。自分の言ったことで、あの、なんだろうな、魔法という言い方大げさかも分かんないんですけども、分かると言ってたら本当に分かるようになっちゃうんですね。なので、これ共感するですね。分かる、それいいかもっていうのを言う。で、次。 「褒める」褒めるというのは何が違うかというとあの一番最初に「共感する」「わかるそれいいかも」っていうのは口だけって言いましたね本当に口だけでいいんでですよ。でも本当に「あそれいいな」と思ったら「褒める」ですね「えー、なんでそれ思いついたのすごいすごい」っていうふうに言うとこれ本当に思った時だけ褒めるで構いません。だからどれぐらい思ってなくても共感するというのが大事かですね。これも本当に、あのーなんだろう 息をするが如くごく自然に共感するような癖をつけましょう。で次に本当にいいなと思ったらちょっと真面目に褒めましょう。ですね。褒めるだけでいいです。でさらに応援手伝う助けるって書いてるんですけども振りをするです。いい人戦略ですから。あの応援してるとかですね。何でも相談してって言う言うだけでいいです。でほとんど相談されないんですよ。人間って面白いもんでああそれすごい応援してるよとか何でも相談してって言うと。 面白いもんでそれを言ってくれた人には見栄を張りたいんですよ人間っていうのは。でおまけにあなたは私はいい人戦略を取ってますね。つまり、り周から、 あいつい,いやつだけどちょっとバカだと思われてるわけですでこんな人間に相談するやつもあまりいないので,です、ね、あの応援してる何でも相談してって言ってもです、ね、案外相談件,あの件数少ないんですよねでもし本当に相談されたらですね何も思いつかないふりをするだけで,いいです逃げるんですよスルーするわけですねスルースキル作るんですよ。でそれをやった上で、 共感したことも褒めたことも応援してる手伝うよって言ったことも全部忘れましょう <laughs> ですね。忘れていいんですよ。だって私はバカなんだからですね。えー、さっさと忘れて他人の悩み揉め事はですね、えー、忘れてストレスから逃げるですね、えー。人間的に最低なやつだな。そんなことないんですよ。これを旗から見ると、 ちょっといいやつに見えるところがいい人戦略のポイントであって、人間的に最低のやつだなと言葉で突っ込む人の方が嫌なやつに見えてしまうというのが現代社会の恐ろしいところですね。ホワイト社会ですからそういうふうになっちゃうんですね。信頼されなくない？うん、この場合の信頼は困った問題を持ち込まれにくいという意味での信頼はされないと思います。でそれがで構わないと思います。みんなあの。 気楽な悩みとか、気楽な愚痴しか言い合わないようなサークルに入っている方が最終的に得だよって話なんです。今日ね、なんかすごい僕、嫌なことをずっと言ってるんですよ。だから、いい人戦略を話すっていうのは、嫌な人行動になっちゃうんですけども、あの、本当、ホワイト社会で、みんな生きていく上で。 みんなで、ね、これまで持っている価値観とか正義感とか、善悪感というの,の縛りが強すぎて、もうこれで損しちゃうのが明らかに見えちゃう。僕はこれ喋ってるのすごい薄っぺらに聞こえると思うんですけども、その薄っぺらな外壁をまず作らないと、内面が保護できませんよって話なんですね。細胞膜なんて薄っぺらなんですけど、それでいわゆる外的のですね、侵入を防げるわけなんですよ。まずは細胞膜のように薄い膜を作ることが大事なんですね。 でその時に自分の本音みたいな内側の柔らかい部分を前に出して防壁にしちゃいけないんですよ。細胞膜と同じようにですね外のウイルスから身を守るためにはまず薄っぺらでもいいから簡単な外壁をきちんと作ることが大事だと思います、えー、意外かもですけどもこれだけで十分ですこれを守るだけであのいい人と思われ始めますでまあ,あの無料のまとめに入りますけどもですね えー、なのでですねあのー、まあ割と普通のことを理屈っぽく話すんですけども今北京オリンピックやってますよね。アスリートとかあと成功した人お金儲けた人会社立ち上げた人そういうふうな人あと富裕層ですねは褒めた方がいいです。これはあの僕かからの忠告でです。何でかというと、いう 基本的にそういう人たちの欠点を見つけて何か言うよりは何も考えずにアスリートとか成功した人とか富裕層とかを褒めてる方が人から見たらいい人に見えるしそういう人がですね身近にいると自分にも得になるからですねアスリートとか成功者とか富裕層それはちょっとしたアスリートちょっとした成功者ちょっとした富裕層でもいいんですよ。そういういい人がです、ね、身近ににるると自分たちは得になるんですよ。 で僕はあの二十世紀の日本は東南アジア型の経済モデルになると思ってるんですねどういうことかというと成功者にぶら下がるのが当たり前であって健全という考え方ですあの僕ら日本はですねその昭和の後半ですね高度成長期からですね昭和の時代いっぱいあと平成の時代ほとんどいっぱいをですねあの一人一人が独立して成功を目指すという経済モデルを ずっと目指ししてきました。それは日本が経済的に右上がりであって人口が増え続けているいわゆる人口が増え続けることを人口ボーナスって言うんですけど人口ボーナス期特有の現象なんですね。全てが右上がりに上がっていくのでで,ですね一人一人が独立して成功を目指すという行動で正しいんですよ。でそれは人口ボーナス期の発想なんですね。でこれからです、ね、50年。 ぐらいですね、毎年140万人が死んでいく人口オーナス期に入ります約140万人が死んでいって日本の人口がですねどん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 70年がかりぐらいで半分ぐらいになる人口これオーナスっていうんですけどボーナスに対してオーナスこのオーナスの時代はですねあの東南アジア型っていうのは東南アジアではですね例えば警察署とか役所とかに 誰か家族一人入ったらですね。みんなすがるじゃないですか。親兄弟から親戚から。みんなそいつにたかるんですよね。よくあの昭和のバブル時代とかにですね、言われたのが。東南アジアの奥さんをもらったら、結局その奥さんの。親戚とかが一線に自分を頼ってきて、頼ってきて、たまんないよとか。やってられないよというふうに言ったんですけども。そういうふうにこれからの日本はなっていくし。なるので、僕は正しいと思ってるんですね。そういうのが、実はアジア型の生き方に近いんですよ。 あの成功というのはある種の偶然であってその偶然を得た人はみんなですごいすごい偉い偉いお前すごいよというふうに褒めたたえながらそいつにぶら下がる生き方でもし日本がこれから人口がどんどん増えてきて経済的に発展するんだったらこんな生き方はしなくていいですそうじゃなくてかつて正しいと思われていた一人一人が独立して一人一人が成功を目指して若いうちにお金いっぱいためてリタイアしてっていう考え方で全くいいと思うんですけども。 それは今の日本でははちょっと難しい。それはもう、歴史的な巨大な慣性力がついてるんですね日本人っていうですねその1億3千万人から、まあ、これから減っていくにしろ一億人ぐらいの人口がですね長年かけて作ってきた巨大な質量とその動きの方向という慣性力がついているのでこんなものをなんか誰かの決心であまり変えれる余地がないんですよね。なので 成功者にぶら下がが、るのが僕は健全だと思ってますあの。売れてる芸人に可愛がられるです、ね、売れてない後輩芸人ですねこういう生き方で僕はね十分だと思います、えー、でこれさっき言った人口を成す気人口がどんどん減っていく時期には、えー、成功者というのは自分の身近にも時々偶然で現れるんですよね会社をリストラされたのはみんな同じなんだけど何人に1人かは偶然でうまくいくんです それは、もうう偶然としか言いようがない。よがな本人に話を聞いてみたりしたらなんか戦略があったように血のりがあったようにこういうのがあってこいつちゃんとしてるから努力したから頑張ったからというふうに見えるんですけどもそんなのもう見分けることはできないんですよ偶然と考えたほうがいいと。なんか親戚の子供がでそういうのですね成功者というのは地域社会の資産なんですね。 地域社会の資産として成功者を捉えた方がいいと、みんなで褒めて称たたえて、そいつの稼ぎのおこぼれをいただくです、ね。例えばもうなんか自分の町から成功者が出たらみんなで褒めてたら、そいつはその街の中で飯を食うだろうし、街の中の服屋で。まあ、もうね。ブランド物も買いに行くでしょうけども、できるだけその街の中にいた方が心よいんだから、その街の中でお金を落とすじゃないですか。その方がね、正しいんですよね。戦略として。 で成功者を批判すると彼らは逃げ出しちゃうんですよで。地域社会の共同資産を失ってしまうわけです、ね、偶然現れるところどころに現れる成功者っていうのは言っちゃえばあの石油掘ってなんか出てきたあの石油みたいなもん温泉みたいなものなんですよ。それをいかに地域社会のものにするのかっていうのは彼らの居心地をいかによくするのかにかかってるんですね。だから 基本的にアスリートとか成功者とかその土地のまあスポーツ選手とかのことですねアスリートっていうのは、えー、その場所で自分の地域で商売がうまくいった人学校になんかいい学校に行けた人あと基本的にお金持ってる人もそうなんですけど基本的に褒めた方が安全です。であんまり批判すると彼ら逃げ出しちゃって地域社会資産というのを失ってしまう。 というわけでですね、えー、なんかあの評価経済社会のこれも応用編みたいなものなんですけど個人の行動に落とし込むとどういうふうなことになるのかということで多分ねこれあの皆さんにはあんまり 嬉しい話じゃないなというのは僕今日分かってるんですよ。っていうのは岡田斗司夫ゼミっていうのを見てる人の年齢層とかですね。あとどういう風うな話題も喜んでくれるのか？というのを見たら、このホワイト社会もそうなんですけどもぶっちゃけ平均値より皆さん知能指数高い目なんですよ。言っちゃえば言い方は悪い。言い方は悪いけど、まあいいんですけども。<laughs> ということは自動的に。 悪い人で生きてたんですね悪い人戦略を取りがちなんだけども頭の良さゆえになんとか周りを押さえつけたりですね稼いだりして普通の生活をしてると思うんですけどもこっから先はやりにくくなる一方ですせっていうのが僕からの心からの助言なんですよ。あの 別に皆さん頭の,血の質が高いともっとなんだろうな簡単な話をした方が再生数も上がるし登録人数も増えるし経済的に潤うんですけどもそんなことよりですねこれはみんな苦しくなるのか、もう目に見えてるわけですからあえて今日はちょっと悪い人の話をしてみましたいい人戦略っていうのはそういうことですねお疲れ様でした今日の無料はここまでです、えー、ちょっとコメントを見ますね <laughs> 広もいい人本当にこれはひろゆきの話とかケーススタディあのちょっと限定の方でやりますけどもですね言わずにいられないそうでしょうね俺がそういう人間だからわかりますもう僕の小学校の時の授業を受ける時の態度を見せたいですよ。本当にね多分大阪市住吉区で一番嫌われている小学生だと思いますよ先生からは。 本当に、うちの親が,があの学校の先生なんですけどうちの僕の担任とうちの小学校の校長先生がうちの父親に苦情に言いに行ったぐらいですから、ね「あなたも教育者なんだったらこの子供がどれぐらい困ったやつかわかるでしょう」っていうふうに言いに行かれたぐらいなんですけどそれでもどうにもならなかったですけど、まあ、そういうですね、その嫌な人戦略っていうのを取り続けててで僕はそういうのの似たような人っていうのを。 中学高校大学ぐらいの時にずっと見てってで十3になって今そのかつてのアニメ業界とかあとライター業界編集業界いろんな業界見てたんですけどもフェイスブックとかで見てる限りですね僕並みによっぽどなんだろう悪毒という言い方は何なんですけども。 考えて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 やらない限りほとんど生き残ってないです生き残ってないというのは生きてないという意味じゃないんですよ。ほとんどが何だろうないつの間にかいなくなってきていわゆる表舞台から消えてしまってる事実上消えてしまってる。で あの人、何やった人だっけ?」って言ったら10年も20年も30年も前の作品を出されて「あああれやった人だいたよね」って言っていまだに Twitter とか Facebook とかそういうのでちょっと周りにまだそういうののファンがいてまた期待してますよというのを言われてる人ばっかりなんですよね。現役の仕事をしている人っていうのはほとんどいないんですけどもそれがその他人を批判したり批評したり。 自分としてはいいことをやってるつもりで改善点を言ってる人間の生き様なんですよ。で、もう僕は自分のことを悪毒って言ったんですけども、もうねこのゼミでも皆さんお分かりの通りの俺表情に出ちゃうんですよね。<laughs> 本当に思っていることが顔で隠せる人間じゃないのでですね。多分これがあるからまだなんとか生きてきてるんだと思います。この僕の欠点に関してはあのちょっと限定の方で説明してみますね。 えー、ということで,ですね、えー。限定の方ではですね、ケーススタディを語ってみようと思います。あとあのさっき話したですね、面白い人、頭のいい人、気の合う人だけで集まるっていうのが、これやめた方がいいよって言ったの,の理由。これ長いですからちょっと限定の方で話します。えー、次回はですね、あのオタク道入門っていうのを話そうと思います。あの僕の好きなものを語りながらですね、昔あのオタク学入門って本を書いたんですね。 読んでいただいた人も多いと思うんですけどオタク学入門というのはオタクとは何なのかどういう人がオタクなのかでオタクはどういうものを集めているのか見ているのかっていうのをちょっと外側から見た話だったんですけどオタク道というのは内側から見て 道を極めるというのはどういうことなのかというですね、お宅のですね、その生き方に関してですね、あのノウハウみたいなものをちょっとマニュアル的なものをですね、えー、ちょっとそれっぽくね語あの語っていこうと思います、えー。お疲れ様でした。それじゃあの限定の方に切り替えてください。今日の無料講座はここまでです。お疲れ様でした。はい切り替わりました。はい切り替わりましたね。 嫌なやつが成功した場合は。